はいどうも、全力絶叫 YouTuber B モレルです。もうつい先ほど衝撃の一報が入ってきました。オリックスバファローズの外野手、2011年ドラフト1位、後藤俊太選手が、中日ドラゴンズ石岡選手と1対1のトレードが決まったとのことです。はい、後藤俊太選手、2011年からチームに、今シーズンで、12年目在籍やったんですけども、ついに他球団に、移籍ということになりました。俺は寂しいよ。ずっとさ、この動画でもさ、皆さん知ってるでしょ、僕が後藤俊太選手のことをいつも気にかけて、シュンチェルシュンチェルシュンチェルと言い続けてきてね。で、そして今シーズンの、オリッコで選手のニックネームをね、自ら決めるんですけども、その日にはついに僕が叫び続けていたシュンチェルというニックネームがついに公式に採用されて、まあ、実際そのシュンチェル選手は2軍に落ちちゃって、そのオリッコデーに、まあ、その着用はかなわなかったんですけども、ちゃんとシュンチェルグッズも売り出されてね。だからもうシュンチェルという名前がね、もうこの公認になるぐらい僕は後藤俊太選手をずっと押し続けてきました。その後藤俊太選手が、トレード、正直全く実感が湧きません。はい、全く実感が湧かないんですけども、本当俊太選手がこういうことにやったら僕本当泣くんだろうなと、涙するんだろうなと、ずっと思ってきたんですけど、正直衝撃すぎて、急にすぎてそういう感情湧いてきません。涙すら出てきません。本当ただただびっくりしてるというのが現状です。ただ間違いなく言えるのは、本当に寂しい。俊太選手、確かにね、僕がそのひいき目でシュンチェルシュンチェル言ってきてますけど、客観的に俊太選手のこのチーム内での立ち位置を見た時にね、まあ確かに、まあ、厳しい状態であるのは僕も感じてましたよ。まあ去年ですらね、この優勝したチームの中で、まあ守備固めという大事な役割になってましたけども、今シーズン見てみたら、オープン戦で絶好調。しかしそこからなかなか結果を出せずに、で結局コンディション不良で2軍に落ちたまま上がってこれず。まあ俊太選手のようなタイプの選手、他にもいますからね。小田選手とか佐野選手とか、っていう選手が今1軍で普通に出場機会を得てる中で、俊太選手は全く出れてないという状況。まあ確かに、俊太選手これ来年あたりどうなるんかなっていうのは僕も薄々感じてましたよ。薄々ね。ただあまりにも早いなと、急に過ぎると、ちょっと本当に驚きを隠せないんですけども、トレードですから、まあ他のチームでの出場機会が与えられるということ、だから逆を返せば俊太選手のことを必要としている球団があったら中日ドラゴンズというね、っていう点では中日に行って今のオリックスよりも活躍できる場が与えられるのは間違いないと、今シュンチェルがオリックスにいるよりも中日に行った方が間違いなくシュンチェルが輝ける機会ってのは増えますから、一後藤俊太ファンとしては、まあいやまあ辛いけどね、俊太選手の、一軍で輝く姿を見れるっていう点ではいいトレードなのかなとは、はい、思います。はい、本当に寂しいですけど。中日から石岡選手もね、トレードで来ます。はい。まあ、正直セリーグの事情はあまりわかりません。石岡選手がどういう選手かっていうのをこれから調べていこうと思うんですけども、皆さんの中日ファンの皆さんのことに、石岡選手がどういう選手かっていうのをこのコメント欄に書いていただければ、また動画の方でまとめるんで、はい。石岡選手についての、情報お願いします。はい。石岡選手も今、パッと聞いた情報だと、まあ、中日で結構その、まあ、素材型の選手だと、まあ、2軍では結構売ってるけども、なかなか出場機会恵まれてないというね、シュンチェルと似たような選手で、だからまだまだその伸びしろはあると思うので、石岡選手の活躍にも本当に期待です。よろしくお願いします。このトレードというのは、まあ、その怒ってしまった投手というのは両チームファンとも悲しいわけですよ。ただそのトレードが良かったトレードって言えるのは今後のね、後藤俊太選手、石岡選手の両選手の活躍次第ですからね。かたやこれ後藤俊太選手が活躍しまくって、石岡選手がそんな活躍できなかったら、もうシュンチェル帰ってこいっていう羽目になるしね。石岡選手にもぜひとも頑張ってほしいところ。ただそれ差し引いてもほんまに、シュンチェル帰って
ようよ、お前。とりあえず取り急ぎ動画にさせていただきました。そして最後にこれマシバさんのねツイッターですけども、ちょっとシュンチェル選手からコメントが出ております。後藤俊太選手から、ドラフト1位指名で取っていただいて12年間本当にお世話になったチームですので感謝の気持ちしかありません。そこで期待をいただいた中でなかなかその期待に応えられなかったことはチーム関係者やファンの皆さんに対して本当に申し訳ない気持ちです。そんな中でモチベーションを上げていただいて応援に来てくださったファンの方には本当に感謝したいです。これから舞台変わるけども僕が元気にしているプレー姿を見せれることが恩返しだと思って、オリックスで叶わなかったことは次の舞台で自分らしさ出して頑張っていきたいと思います。ドラゴンズには年齢的にも30手前になってきている選手をこうして必要としていただいたことに本当に感謝したいと思います。一生懸命頑張っていきたいです、となんてけなげなコメントなんでしょうか。僕も俊太選手とは本当たくさんの思い出があります。もう最初はね2019年の秋季キャンプで、後藤俊太選手のねファンサービスに感銘を受けて俊太選手のファンになって、てかもうオリックスファンで俊太選手のこと嫌いな人いないと思うんですよ。俊太選手お疲れ様でした。中日でも活躍してほしいです。俊ちゃんかい。